教えて山口先生。山重先生、稽古とは、稽古場とは何でしょうか、教えてください。質問ありがとう。いい質問だよね。稽古って何だろう。そう、稽古って間違えていい場所なんだよね。1ヶ月間間違って間違って間違った分だけ正解にたどり着いていく、それが稽古で、1ヶ月間ある稽古場、それってみんながチャレンジしているその勇気をもらうこと、そして間違ってる人と痛みを分かち合うこと、そうやってみんなが一つのチームになっていく。1ヶ月かけて、1ヶ月という時を使ってみんなの軸を作る、それが今回の時軸かどうかは知らん。